ここの通し方もあります。うん、これはお、ひじり流ひじり巻きもう正直余裕があれば僕はテープ巻かないです。そしたら、前回皮むき動画見てくれた方、見てくれてない方いると思うんですけど、今回また改めて説明すると、ミニチュアの際にね、スチール、ここに電線をつけて、電線下に余裕があればミニ手だけで十分やとは思うんですけど、ちょっと狭い時とか距離が長い時、絶対抜けてほしくない時に、ね、ノーマル多い時とかね、皮を剥いてやると思うんですけど、これに手こずってる方が結構多いかなっていう印象です、うん、ね、はい。じゃあまずはいつも通りやってみましょうか。これだから一人作業じゃないか、引っ張る人が待ってますからね、うん、そうそうそう待ってる手でってことですね。待ってるますからね。 10m 先には待ってて、チーム出たよと言ってからの作業、突っ込んで待ってますからね。相手はまだガーって言ってる。で、壁とかがあって見えへんかったら余計イライラする、うん、余計に、ま、想像で作業、自分の中での想像の作業ってことを進めてしまいますから、うん、見えてたらな、膠着してテープで抜けたらまた怒られるし、ね、うん、ちょっと難しいとかね。皮を剥いて、黒でいくんですね。え？いや、別に何色でも。焦るし余計危ないですね。待たせてるっていう。もうだいぶユウさんあれですね、うん、まだですかって早せや言ってる。これスティールシャカシャカされるボックスかあるあるっすね。ここの通し方もありますし、うん、それぞれだな。これはひじりさんに教えてもらった。お、ひじり流ひじり巻き、あの現場で、うん、あ、頑丈そうやな、それ。え、そんな言い方あんねや。これ抜けないっすよ、マジで。で、テープいらずなんですよ。結構20m 超えたらテープしようかなっていうぐらい結構いけます。テープもめんどいもんな。はい、テープも巻いとこか、巻くんやったら残りの2本は飛ばさない。あ、そうテープの端がないあるある。たまになくなるときあるっすかね。夏場とか薄くなって一往復、うん、はい、僕はこんな感じです。はい、はい、じゃあ入れましょうかってようやく言えますね。時間はかかりました。オッケー、はい、そしたら入線といえば手尻ということで違う、良くないですよこういうのは。体幹の鬼やからね。いい、まあ先ほどの深夜がやったのも
ひじり直伝やったってことで、本家やね、本家見せてもらえる、本家っていうか、まあ、僕の考えばっかりですよ。 OK、 はい、いきます。ちょっと解説も入れながら、まあ、これももうザツクでいいんで、ハサミでほうほうザッといくと、パッと折って、おお早いね。で、ぐるぐるって回してピッと、ほうほう。で、もうこんなん、こういう紙とかって、まあ、引っかかりは多少あると思うんですけど、うん、3本まとめてパチッと引いてあげて、まあそこまでガチガチにはならんのかもしれないですけど、で、この IV 剥くときなんですけど、はい、長く剥きたいときは、まあカッターなり電工ナイフで、僕は膝使って、で、ケーブルを引っ張っていくっす。俺と一緒やね。で、まあ、根元だけガイド入れて、ほうほう、まあ、傷入っていいっていう考えなんで、うんうん、そうやね、あくまでも。で、まあ、本当に抜けてほしくないんやったら、僕は2本で、あー、ちょっと距離が長いとか、まとめていきたいですね。曲がりも多いとか。そうですね。でも、まあ、僕も色、特にこだわってないんですけど、なんかたまに赤が強いとかは聞きますね。うん、へー、それ初耳やな、俺。ほんまに？なんか初めて、なんか赤は強いからみたいな聞くこと、わかんないですよ。その職人さんが冗談で言ってたんかもしれないです。赤アースにするからとかじゃないんですか。わかんない。これでも、この2本分入るかどうかが微妙なとこなんですけど、これ。ああ、まあ種類もよるもんな。これはよるんですけど、うちのちっちゃいからな。ちょっと頭きれいにしないと入らなさそうですね。まあこれ日本で入ってくれ、入らないですね、これは。から1本でいきます。 OK、 まあ、入るんやったら、両方違う方向から入れるってことやな。そうですね、ひじり流やったらこっち側とこっち側で1本ずつ入れます。僕はいつも。これ誰かに教わった？いや、なんかそうした方がいいんじゃないかな。なんか網みそのことをちょっと考えとった時に、イワシみたいな感じで、そうです、殺し合った方がいいんじゃないかな。あ、これ短いですね、ちょっとなんか思ってた、ね、ちょっと2本でやるつもりやったから短くなってしまいましたけど、まだカートを取ってる先に2本やったら先のでいけるんか、うん、反対側のボックスで待ってるだろ。 Q さんが今ちょっと図面見てますね、一回かかるな。ほんまにあれなんかな。あー、ちょっとカメラ回ってると手こずりますね。せやな、緊張する。まあ、口ばっかり動いとったらその人のあれもちょっと気紛れますからね。まだ、あ、ちょっとなんか違うんですよ、いつもと。エコケーブルやから。まあ、もっとすんなりいきます、言い訳じゃないけど、ほんまに叩かれるわ。うわ、めっちゃ嫌やわこれ。まあいつまでやってね。でもどうか聞こえてくる。こうやって、まあ、ちょっとちゃんと言います、ね、ここで潰して、はい、出てきたのでねじるんですけど、はい、引っ張りながらねじってください。このねじりのこの細かさが硬さになるんで。ああ、確かに。多分さっきよりかは細かくねじれてると思うんですけど。で、テープ巻くときもこの両手でこことここ小指と人差し指どっちでもいいんですけど、うんうんうん、こう持ってあげるとここがフリーになるんで、この3本がの時に、まあ、僕も根元から巻くタイプです。あ、先っちょからか。で、送ってあげる感じでこう引っ張りながらですね。あ、こことここを引っ張りながらストレートにした状態で。そうですね。ガチ締めすんねんな。え、テープ絞りながら。そうですね、テープはもうビタビタいくっす、まあ、本来ここまでいくんですけど、ここまでは飛ばして、こういう出っ張りがあるところはできるだけ力強く締めてあげて、これで入ると思います。はい、ありがとうございます。恥ずかしい。じゃあ2期バージョンで。2期バージョン、まあ、この場合はもうスピード重視なんで僕もカッターできます、うん、まあ100ぐらいかな。もう別に
刃入れすぎても問題ないんで、はい、でまあこうクリクリって抜けるんで入れんかった結構硬いですね。みんな現場ではもっと早いですからいやほんまに結構硬い。抜けへんわ抜けへんわ、あかんわ。硬いですね。硬いですね。こういう想定外なことを起きた時の手早さも大事ですよね、うんうんうん、あれ思ったのと違うってなってから早いです、うん、でまあ紙取ってあげて、まあこれも肘と一緒で僕も一緒に切るしね、スチールの時は、うんうんうん、ですね、ここの切れさはもうまあどうでもいいんで、そうだね。で、なんか赤が強いらしいんですけどどこ情報なんかな。僕はでも赤とか緑にアース使う線を選んでやりますね。で、剥くのも一緒ですね、僕ここ合わせて。で、2本いこうかな。2本巻き、ちょっと強い目で。で、こうやっていこうか。ちょっと見ようか。これ、歯を動かしたら足切れるんで、電線引っ張るイメージ、こうやって。で、まあ。ちょっと硬い配管想定して、はい、頭を持ってあげて、寄るほど置いてあげて、で、まあ、赤メインでいこうかな。ここは片っぽだけですね。で、これぐらいで持ってあげて、で、こいつをこう巻いていく、こっちに。で、なんていうのかな、スチールのこっちに戻す方に。これ逆にすると引っかかるかなと思う。はい、これもと一緒。そうそう。で、ここ CV よりも本体も太くなれへんかったらいいかなと思うんで、あんまり気にせんでいいと思う。ちょっと締めてあげて、ペンチで。これで。あ、こいつ切ってない。切って。で、テープですけど、ここも全部巻かないです。ここからいきます。で、頭から下ろしてあげる。よいしょ。こんな感じで、はい。で、入線終わった時に、これに見えてたら、どうですか？ここ片っぽ切ったらすぐ取れるでしょ。確かに。こうやって取ったら、で両方切るとこれゴミ出るんで、これでいけるんで、あの新人さんとかこう行っちゃう人おるからだからちょい残しでやってあげるとすぐ取りやすいっていうとこまで考えてやってます、はい、テープどっちがいいんかな。こうの方が下からの方がほんまは良かったりって言われたことあるんですけど、これぐらいの線だと気にせんでいいです。こっちの方がこう入っていくんで、かかりが分かりますより、まあこのぐらいだと気にせんでいいと思うんですけど、こう重なっていくんでこう入りやすいみたいな、まあ、ちょっとの差なんですけど、太い線入れるときとかに言われたことあるんですね。逆やって言われて。エアコンのテープ巻くみたいな。そうですね。上から水が入る。まあまあこれぐらいだったら気にしなくていいと思います。これマスターミキと一緒やからな。簡易バージョンでいいのかな。簡易バージョン。僕はさっきやってたマスターミキと全く一緒なんで、ちょっとあの簡易バージョンでいきます。時短バージョン。時短バージョン。適当に抜きます。結構硬いです。結構硬いね。一緒のことになった。普通のね、CB と抜けますもんね。強いのだったら。落ち着いて。トラブルがあっても落ち着いて。ここで焦ったら、カッターナイフで手を切ったり。で、僕も一緒です。もうこれ、別に切らなくても。電線の入線には関係ないんで適当に切ります。で、さっきみんながやってくれたのは配管が複雑やとかいうことなんですけど、僕のはまあ2ノーマルぐらいまでやったらいけると思います。もう皮も剥かないです。
で、ここをまっすぐにして、こう巻いて、ここがね、引っかかるんで、もう正直余裕があれば、配管が余裕だったら僕はテープも巻かないです。でもまあ、ちょっと心配やったらテープ巻いてもいいのかなと思います。一応、僕がいつも気にしてるのは、この電線より太くなったら、そもそもの意味がないんで、ここをちょっとね、最後に絞ってあげて、まあ、先に絞ってもいいんですけど、だったら理論的には通ると思ってます。まあ、一応通ってるんで、こんな感じです。ということで今日はスチールにつける講座でした。まあこういう結構基本的なことなんですけど、まあ新人さんの頃、結構先輩のやっぱ見てるだけではね、わからなかったりするんで。教えてもらうことでもないですね。それ教えてくださいって言っても、そんなに忙しいからって多分跳ね飛ばされたりするし。まあ僕らの今やったやつが全部正解かというと、いろんなやり方はまだ多分僕らが知らんだけでいっぱいあるんで、まあ、これを見て参考にしてもらってもいいし、まあ、僕らのを応用して他のやり方とか、あとはね、凄腕の人のをこうやっぱり見て盗むとか、ちょっと休憩時間にね、声かけて、ちょっと教えてもらえませんかとかいう風にして、自分のベストを探して出していくのが一番と思います。ってことで最近動画ちょっと減っていってるんですけど、これからもこういう技術的なノウハウ動画、新人さんに役に立つっていうのが僕のモットーなんで、これからもみんなで頑張っていきますんで、応援お願いします。あっしゃ。とりあえず面白くしたいです。元気やろう。